で、俺が自分で聖火にトルコ人ですとかって言ったら、うん、ちょっと、あ、トルコ人、イスラム教って引いた自分で、思ったそんなこと。いや、全然。もしも宗教に入ってたとしても、入ってなかったとしても、フェリーはフェリーでその宗教選んだんだからいいんじゃないって。ヘビンサラバカスタルバンフェルドゥンベヤルムドエカです。いや。またいらっしゃいましたね。ようこそ。久しぶりです。おしきゃりん。おしぶれてく。最近なぜいなかったか、ちょっと皆さんに説明してあげてください。私の腰が死にました。あ、死んでないけど。座りすぎとかで、なんか動かなくなっちゃったりとかして、あの骨がちょっと、キュッて近くなって、痛いってなって、動かなくなっちゃったんだよね。レントゲン撮ったりして、の腎臓っていうところに白い影があって、先生が、あ、これ石じゃないかって言われて。ブブレクタシー、赤いしたら別に見てみするけど、ブブレクタシー、ショーやっぴょいしたくつれ。この3週間前からずっと動画撮ってて、一人で撮ってたじゃん。で、皆さんが、セイコお姉さんってどこ？あなただけじゃつまらないとか、またそういうなんか話題になって。そもそもあなた、スレクティソリオスムス、カナルアササイビガスンで、トゥビチュゼルンで、ユーチューブゼルンで、アルンゲチェルでも赤いしたらせ、カナルムズンサイビボス、パトロン。違いますわ。歌に呼びで。なんで？ワク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 ワイスラム教についてはぶっちゃけるとあんまり興味なかった、うん、なんか一番聞かれるのがキリスト教と仏教だよね、日本だとか、うん、よく近くにあったっていうのがある。で、話としてなんかイスラム教とかムスリム人とかにことで何も知らなかったの？子供の頃から小学校6年生くらいの時にアメリカの高いビルあるでしょ？ あ、いやいや、あれでボーンっていった事件があったじゃん。あれでテレビでイスラム教の誰々がっていうの聞いて、イスラム教、イスラム教っていっぱい聞かされて、ちっちゃい時にイスラム教の人たち怖いみたいな、テレビとかその映像とかイスラム教の中でもすごい人たちいるじゃん。鉄砲バババババババってやったり、まあ確かにテロリストとかね。そうちっちゃい頃にそれを見ちゃってから、え、怖いって思ったのが印象あるかな。青森とかだとやっぱ田舎の方だからそこまで宗教が周りにいないんだよね。ほぼ仏教みたいな。あ、そうだから もっと知らないし、でテレビでそれを知って怖いっていうのあったから、でも近くにそんな人いないしわからないんだよね。で大人になるにつれてって教科書とかで勉強するようになって、宗教っていうのは大きく分けて、まあ、仏教とキリスト教、イスラム教がすごい割合を占めてますよみたいな。イスラム教の人たちはちゃんと違う神様をちゃんとこう自分たちで崇めているなんだなっていうのはちゃんと分かったんだよね。イスラム教の中にもいろんな考えの人たちがいるんでしょ。そうだから、あ、テレビで見たことはまた違う人たちのことなんだっていうのがちゃんと勉強して分かったんだよね。都会の方に来てからなおさら見るようになったんだよ、ハラール食品とか。そうなんかそのハラールの食べ物とかでこのマーク何みたいなで調べてったら、あ、イスラム教の人たちとかが食べるちゃんと許可された食べ物なんだとか知って、ジャーミーとかそういう存在も東京にあるんだっていうのも知ったし、で綺麗だし、なんか人もすごい優しい人たちだし、女の人はこういうあれつけるじゃん、そういうのとかもしてて、あ、ちゃんと守ってるし本当にすごいなっていうのは思った。そのイスラム教もイスラム教の中で分かれてるんだよね。うん、なんか信じてる神様が一緒だけど、なんか信じ方とか神様の崇め方とか全部違う、まあ似てるやつもあるけど違うのもあるし、その中でみんななんか戦ったり戦争したりとかはしない。でもなんかブーブー言うこともある、いやそれやってるの違うとか、いや私たちが正しいとか。別にその信じてる神が一緒だから誰が何やろうと別に関係ないじゃん。宗教っていうのはその人のみじゃん、他の人は関係ないし。なんかまず思うのは、え、あなたってムスリムじゃないじゃんとか、イスラム教に入ってないじゃんとかっていうのは意味がわからなかった、俺も子供の頃。
頃。で、最近になってまたこういうイメージがトルコすごく強くなってきた。あなたはなんか絶対ムスリムの人じゃないでしょうとか、イスラム教入ってねえだろうとかっていうなんか上からの目線になったイスラム教の人々がね、なぜそんなことするか全然意味がわからないし、その人はその人で悪いことしてなければ自由に生きていければいいじゃんと思うけど、いや、トルコだったらちょっとなんか最近強い。このイスラムに関してのなんか、なんていう思い。国によって、宗教が思いが強いっていうのは、知った。私が独自にこう勉強してると、イスラム教ってまあ世界にたくさんいて割合がすごい大きいんだよね、イスラム教の力も。シリが今言ったイスラム教でその上から目線が強くなってきてるっていうのも、力を結構持つ人たちが増えてきたから、あなた入ってないのじゃあ入ろうよとか、入ってるのにこういうことしちゃダメでしょっていうのが、もう人が増えすぎたから、すごい言う人も増えたから、じゃあ私もそうしなきゃいけないっていう、その集団心理っていうのかな、まあ周りの人の意見に潰されちゃうのがやっぱりちょっと怖いかもしれない。いや、その人はその人でいいじゃん。あなたに何も悪いことしてないのになんで関わろうとするのと思うよ。まず自分の思いが強いかもしれないけどさ、そのイスラム教に関してはね。でも自分なりにやって、じゃあ誰にも迷惑かけないでって思う。その宗教というのはまず自分自身と神様をつなげてるものじゃん。まず一対一の話ね。イスラム教はすごい理解し合おうとしてる。相手のことを考えて無理やりさせるのは絶対にない、イスラム教は。やってないか、じゃあそれはあなたの人生、自由に生きていって、でも後で裁かれるよって、なんか悪く言ってないけど一応なんか注意してる、なんか正しい道を選びましょうっていう、まあ、その優しくね誘ってる。まあ例の話は今イスラムだからイスラムについて話してるんですけど、世界中にはこういうなんか宗教的なことはいっぱいあって、まあ今はただイスラムのことで話してるだけです。そう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 。ハラールフードっていうのはあるじゃん。ハラールじゃないやつはハラームって言うんだよ。逆。それも食べちゃいけないし、だから日本でハラールフードとかっていうのがあって、その動物とかを作り方があるんだよ。だからハラールって言うんだよ。なんか祈って神様に捧げますっていう感じでなんか作ってるんだけど、そうじゃないとハラームって言って、だからイスラム教だったら豚肉も絶対にダメ。そうだね、それ多分有名だと思う。汚いからって言って、それでなんか臭いから衛生的に良くないから豚は絶対食べちゃいけないっていう、もう決まり事がある、イスラムには。それだけ聞くと日本だと無理だな。まあまあまあ、トルコもイスラム教のことで皆さんにイスラム教の絶対にやっちゃいけないこととかやらなきゃいけないことなんですかっていうインタビューあったら 95% は正しい答えは出せてないです。俺と出会ってさ、はい、なんかトルコ人っていうのを知ってて、うん、でトルコはイスラム教っていうのを知ってたの、その時。トルコはイスラム教が多いっていうのは聞いてた。あと英語言わない。 I can speak English as well too, but No I don't know the other guys, but I can speak English very well. ねえねえ。でも日本はあのね、英語も喋れると思ってる、トルコ人で。フェリの場合は英語、日本語、トルコ語って今言ってるけど、なんか日本人はトルコっていうイコール外国でしょ、うん、外国イコール英語を言えるって多分日本人思ってる人多いんだよ。 5% しか喋れてないよ、でしょ。で俺が自分で聖火にトルコ人ですとかって言ったら、うん、ちょっとあトルコ人イスラム教って引いた、自分で思った。そんなこと、いや全然。もしも宗教に入ってたとしても入ってなかったとしても、フェリはフェリでその宗教選んだんだからいいんじゃないって。仏教だろうが、キリスト教だろうが、イスラム教だろうが、別に私はいいみたいな。こちらで質問をさせてください。え？お聞きします。あん。あん、ちょっと。もう字をやるよ。あんって何だろう。やっと皆さんが気になっていることをお聞きしたいと思います。聖火ってイスラム教に入ってますか？うん。自分の中にある神様っていうのが多分いるはず。なんか困った時によく言う、なんかアニメとかでもあるけど、お願い神様助けてとかっていろいろあるじゃん。ああいうノリだと思う。でトルコだとなんかいつも冗談として、その落ちてる飛行機の中に無宗教の人とか神様全然信じてない人とか、飛行機落ち始めたら大体そういう人のなんか考え方が変わるって、神様助けてってなるっていう、なんか面白い話がある。そのイスラム教のメインの考えは、神様いるって知ってるけど見えてないのに、なんかもう思う存分に信じる、祈る、崇めるっていうのはある、うん、見えてなくても信じてますっていうのは、うん、見えてたら誰でも信じるから、とにかく心から祈りを受け取ってくださいみたいな、なんか考えだから。正解はボルテゲレクラシックのマダリアプトルテハニシゼンダンクラビソールネビリメラケティニシェラバーサギダイメクシンブルグザルビソーペットモアペットオスンデデデイスタムディニビリオスンスホシクルディネオイズダンキムセイゾーラマインサンイナニオムスンイナミオムスンアイナミオムシアイナニオムシディエインサンダルネビリンブルベレリカルプラソクマインシスキャンディディニズディキャンディニゼグレーシェインエタフランズディキインサンダラザラー
vermeyin. Çok güzel, iyi bir insan olun, kibar olun ve etrafınızdakilere faydanız olsun. Zaten bunun hayattaki ben en büyük, ne bileyim, erişilebilecek mertebe olduğunu düşünüyorum. O yüzden başkalarının düşüncelerine, inançlarına saygı gösterelim. Bizim kanalımızın takipçileri de zaten çok güzel insanlar olduğu için burada bizim konuştuğumuz her şeyi anlayacaklarını düşünüyorum. Hani tam tersi düşünen kişiler olursa tabii ki yorumlarda saygı çerçevesinde bizlere iletebilirler, eleştiri yapabilirler. Ben her türlü eleştiri açığım. Hakaret vesaire kötü söz olmadığı sürece istediğiniz bütün yorumları yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince yanıtlamaya ve birlikte böyle güzel, daha bilinçli, kültürlü bir insan haline, toplum haline gelmeye çalışmayı amaçlayalım mı acaba diyorum. Valla bu hafta çok ciddi bir sohbet, muhabbet oldu. Bilmiyorum nasıl hoşunuza gitti mi ama. 自分は自分の宗教を大切にした方が自分も幸せだし、周りの人も幸せになるはずだと考えられると思います。Eğer aklınızda olan herhangi sormak istediğiniz ya da konuşmak istediğiniz bir soru varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bu videoyu izleyip kanalımız hakkında bilgisi olmayan yeni kişiler varsa kanalımızı takip ederseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Videomuza bir beğeni göndermeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bitti. Bizi takip edin. Yeteyo mu? Bizi takip edin. O halde arkadaşlar bizlerden bu haftalık bu kadarlık olsun diyelim. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Saygıyla, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.